朝の風景が美しい場所として今や世界的な観光地となっている美瑛ですが、その中でもまだマイナーな地区はいくつかあります。完全に観光地化しているパッチワークの道の次に、そんな観光バスが絶対に行かないであろうマイナーな丘を巡っていくよ。国道となっている国道452号の美瑛川端末まで走っていくよ。
その先、通行止めの案内看板が出ていたよ。
に到着しました。国道のゲートは開いていますね。ここには2017年以来5年ぶりの来訪になります。芦別市側とつながるのは2030年度の予定とのことですが、地滑り地帯なども通るようですので、計画通りに進むのでしょうか。次に御用農家に行きましょう。左折します。
この辺りで車を止めましょう。御用の丘は、標高350メートル程度の高台にあり、美瑛の丘陵地帯を上から見下ろす場所にあり、さらに遠くには美瑛岳、十勝岳、富良野岳をはじめとする十勝連峰を眺めることができるよ。雲がかなり出てきたのは残念ですが、観光客がいなくて、ほんとよかったですね。次に、少しなんかして、ルベシベの丘に行きました。美瑛の中心部から西方、約5キロほど離れたルベシベ、第1から第6までの地区には、眺めの良い丘が数多く、点在しています。丘風景を楽しむ場所としての周知度は未だ低く、訪れる観光客もほとんどいないよ。ここも、御用の丘と同様、観光地にはなってほしくない風景ですね。では、上富良野八景の一つである、千峰峠を経由し、美瑛富良野に別れを告げましょう。